はいこんばんばは,タイは不勤勉でございますえこの前ねあの、ライブで作ったあの美容クリームなんですけど、ちょっとなんか、ろくでもないことになってしまいまして、ちょっとわかりづらいかもしれないですけど、あの、なんか、 青いなんか点々みたいなのができてんですよね。作った直後は全くそんなのがなかったんですけどこれひょっとしたらだけどなんかカビ生えちゃったんじゃないのかなんかもしくはちょっと化学反応なのかっていうのがよく分かんないんですけどただ。 カビだったらあのちょっとなんか思い当たる節っていうのがもういっぱいあってあの使ってたねえなんかあのカルサイトが削ってた時使ってたあの木のなんかにヤスリあるんですけどあれやなんかもういろいろ汚れがもうこびりついてたやつなんですよねうんだからひょっとしたらその ねえだから削ったのはいいけどその汚いねものでやっぱり削ったりするとやっぱりその粉にもやっぱり当然ねああいう雑菌みたいなのがやっぱりついててもうこれはしょうがないのかなってえただやる前にこれはっきりで気付けよって話だったんですけど。 なんかもう削ることしか頭になくてはい全く気づきもしませんでしたでこれ作った時にさらになんかねやったことなんですけどやった後自分のねあのこれって思うシミのねあの腕の箇所を塗ったと思うんですけどそこもちょっとなんか どうなんだろうっていうような気がするのでちょっと今から実際にその塗ったところをねあのー、見てみます。ここねけどこの前風呂入っちゃった時なんかちょっと若干入っちゃったからひょっとしたら落ちちゃってるかもしれないけどはい,たい,たいた たのはここだけどうーんなんか大してあんま変わってないような気もするんだけどけどここもねなんか汚れてはいないけどうーんまあ 結果はちょっとね、なんとも言い難い感じにはなってしまいましたけど、まあやっぱり美容でね、使うんだったらやっぱり、その使うヤスリもやっぱり完全に殺菌して使わないとやっぱダメってことですね。はい。というわけで、これどうするのって言ったら、あら、もう捨てるしかないですよね。 はい、うーんもう何さかこんなことになるとは思わなかったなあっていうか、まあ、これは自分のちょっとなんか考えの甘さが招いてしまったことだからまあこれはしょうがないっちゃしょうがないんですけどね。はいまあ、というわけでとりあえずもうこいつはもうもったいないけど廃棄処分もしやるんだったらあの。 無菌っていうか元になんかちゃんと消毒けどあれはもうさすがに無理だからダイソーかなんかそういうふうなところ行ってまたダイヤモンドのねなんかのヤスリ買ってそれでやった方がいいのかもしんないですねはいまあというわけで美容液作りお肌のターンオーバーはまあ見事に失敗ということで 以上、しょうもないお知らせでございました。では、けどこのまんまじゃ終わんないですよ。はい、じゃあお約束のね、炊いたじゃんけんで終わりにしたいと思います。では、行きましょうかね。といたじゃんけん、じゃんけん、パー。さあ、なんだったかなでは、さようなら。